おはようございます。僕は狛江田凪人。平凡な学園に通う平凡な生徒だ。ちょっと普通と違うところがあるとすれば。ひっとっとっとよそ見歩きは危ないぜ、子猫ちゃん。ごめんなさい。気にすんなよ。世の中には世界を動かす才能にあふれた人々がいる。僕はそんなんじゃない。ただのモブだ。別に羨んでるわけじゃない。だって気楽でいいだろ。主人公なんて窮屈で大変だよ。ういっす。ひでえ顔だな。今日はどうした？イガグリが落ちてきてね。保健室行ってこいや。そうするよ。それなんかお待たせ。お遅えぞ。おい、それさっきよりひどくなってねえか。すみません、全部私の責任です。積木さんは悪くないよ。悪いのはどっちかっていうと僕だから。保健室で手当てしてもらってたらホームランボールが飛んできたね。ってわけ。お詫びに行ってサインももらえたんだけど。おめえも大変だな。大変なんかじゃないよ。僕はね、世界における運というのは量が決まってると思うんだ。ということはさ、僕が不運な分誰かが幸運になっているってことだよね。僕みたいなモブがみんなの幸せに貢献できるって素晴らしいことだと思わないかい？いや、全然。あ、ソニアさん。いや、ソニアさん奇遇っすね。こんなところでお会いするなんて。ここは教室ですわ。会うのは当たり前ですよ、面白いソーダさん。夢を叶えて幸せになるって素晴らしいよね。おめえに夢はねえのか？僕みたいなモブには夢なんて大層なものはないよ。とぼけやがって。おめえが猫かぶるのやめて本気出したら結構面白くなるんじゃねえか。やだな、僕は猫なんてかぶってないし、本気を出してどうにかなるような才能もないよ。やってみなきゃわかんねえだろう。そういうのは才能のある人がやればいいんだよ。はぁ。よう、ダメ人間ども、元気にやってるか？ダメ人間ども、何かいいことあったの？なんだよ、気持ち悪いな。ソニアさんにさ、放課後お茶でも飲みませんかって言ったら、いいですよって。よかったね。すごいじゃないか、ソーダくんの長年の願いが叶ったんだね。よかった、本当によかった。おお、ありがとうな。つってもまだお茶だけだしな。はーい、みんな席について、ホームルームを始めるわよ。キリンジョッセイ。ふぅ、じゃねえだよ。何通り過ぎてんだよ、このヘタレ。ヘタレ、そうかもしれねえ。おいおい、どうしたんだい？
今朝はあんなに嬉しそうだったのに。だってよ、ソニアさんって綺麗だろ。時々変なことも言うけど、頭もいいし、国に帰れば王女様なんだろ。おめえなんかにはもったいねえな。そうなんだよ、俺なんか機械いじりが得意なだけのただのガキだし、考えてみたら全然釣り合わねえだろ。そう考えた付き合ってすらいねえのに気にしすぎなんだよ。大体男が一度決めたんだろ、家柄だのなんだの関係ねえだろうが。ああそうだよ、そうだろうけどさ、俺はおめえみてえにもなれねえんだよ。ねえ蒼太君、君は才能が欲しいんだね。あ？王女様であるソニアさんに匹敵する才能、それがないと不安になる。その気持ちはわかるよ。才能か、そうかもしれねえ。だから才能とか関係ねえだろうが。男ならクズリュウ君の男気も言ってみれば才能の一つだよね。いや、そんなこと言ったらおめえ。じゃあよ、才能がないやつはどうすりゃいいんだよ。幸せになればいいんだよ。はあ？見てごらんよ、世の中のほとんどは才能がない人ばかりだ。でもね、みんなそれなりに幸せをつかんでる。才能なんていらないだろ。人は自分の才能に振り回される。大きな才能なんて幸せの邪魔でしかない。王女様のソニアさんも幸せなことばかりじゃないはずだよ。そりゃ、そっか、そうだな。さあ行ってきなよ、ソニアさん待ってるよ。あ、ありがとな。おめえ、たまにはいいこと言うんだな。ひどいな。いや、おめえの演説ひねくれすぎてて気持ち悪いからな。でも今日のはすっと入ったぜ。ありがとうって言うべきなのかな。ああ、才能なんてなければいいのに。あ？だってさ、ソニアさんが普通の女の子だったら、ソーダ君だってあんなことで悩まずに済んだわけだし。お、うん。僕はね、才能が憎いんだ。できるならこの世から才能というものを全てなくしてしまいたい。才能なんてなければ、みんなほどほどに暮らして、ほどほどに幸せになれるよね。そうなったら素晴らしいと思うだろう。ほっとけ。え、いいからあっち行け。やっぱおめえ気持ち悪いわ。あ、そっか、ごめんね。あ、いや、おめえらしくていいけどよ。ま、相談のやつの前祝いだ。一杯やってこうぜ。ああ、僕ら高校生だし。ノンアルコールってことにしときゃいいだろ。お前だ。こまえだ鬼知らないの？積み木をめちゃめちゃにしていいのは私だけなんだよ。まったく僕は運が悪いな。あいつのあれ、才能じゃねえのか？随分と深く潜りましたね。ここが最下層の世界ですか。どうしようもありませんね。壊しましょう。つまらない。
ったそうです。間違いねえのか。くそ、どうしたの。相田のやつ殺されたらしい。そんな、事故じゃなくて。ああ、ひでえやられ方だったらしい。ちょっと行ってくる。あとは頼んだぜ。どこに行くの。今から式だよ。決まってんだろ、犯人をとっ捕まえてやるんだよ。そんな、危ないよ。警察に任せようよ。あいつは俺のダチだからな。そっか。おめえはどうする。僕なんかが言っても足を引っ張るだけだよ。ま、無理にとは言わねえよ。待ってください、私も行きます。おいおい、ジョーちゃん、あんたみたいなのの行くところじゃねえぜ。お黙りなさい。このソニアネバーマインドが行くと言ったのです。口答えは許しません。ついてくるなら勝手にしやがれ。はい、勝手にさせていただきます。どうして、どうしてこんなことになっちゃったんだ。世の中には世界を動かす才能にあふれた人々がいる。僕はそんなんじゃない。ただのモブだ。別に羨んでるわけじゃないんだ。だって気楽でいいだろ。主人公なんて大変だよ。才能さえなければみんなほどほどに暮らしてほどほどに幸せになれるのに。ああ、そこのやつ。予定通りですね。よくもダチをやってくれたな。待って、何者だ、てめえ。世界の破壊者。世界だと。大きく出やがったな。あなたが本当に相田さんをやったのですか。あなたたちから見ればそうなりますね。どうしてそんなことをしたんです。世界を破壊するためです。どうして相田さんが。誰でもいいんですよ。彼の友達ならね。電波入ったテロリストってとこか。おい、先手必勝です。もしもし、小前ら無事だったか。小山さん、相田を殺した犯人の狙いはお前だ。え、何。髪の短い赤い目をした男だ。そちゃ今どこ。危険。お前の判断は正しい。あれはお前の叶う相手じゃない。逃げて正解だ。だからそちゃどこ、何があったの。気に病むなと坊ちゃんも言っていた。クズリュウ君も。何があったんだ。お前は逃げ延びて、できればいつか仇を取ってほしい。仇。ねえ、仇ってなんだよ。私は坊ちゃんを守れなかったから。
前田凪人ですね。誰だ。世界の破壊者。世界は壊れましたか。まだですか。何言ってんの。ならば壊れるまで続けましょう。一人一人、一つ一つ壊します。何も残さず、何も許さず、何も救わず。黙れよ。予想よりも早かったですね。あと10人ほどデリートする必要があると思いましたが。クズリュウ君もペコヤマさんもソニアさんだって弱い人じゃなかった。あっさり倒してしまう君はきっと大きな才能の持ち主なんだろうね。僕はね、才能が憎いんだ。できるならこの世から才能というものを全て消してしまいたい。今改めてそう思うよ。だから君を消してやる。才能のないあなたがどうやって私を消すつもりですか。確かに僕はちょっと人より運が悪いだけの一般人だ。とても主人公っていう器じゃない。ほらね、僕は何をやっても不運になる。とても勝てそうにない。でもね、なんでかな、大した才能がなくてもだからって負ける気はしないんだ。それを希望というんです。希望？希望？変な言葉だ。でもどこか聞き覚えがある。じゃあこれがその希望だよ。僕みたいな運が悪いやつが何をやっても君を倒せるとは思わない。でも僕ごとならどうかな。元から壊れていたとはいえ、ボールを投げただけでビルが崩れるなんて、よっぽど運が悪くなきゃ起きないよね。うん、クズリュウ君、借りよ。世界の破壊を完了しました。はあ、やっと目が覚めたよ。ここは新世界プログラムの中だったんだね。その通りです。そりゃ世界を破壊しないといけないわけだ。君は神倉いずるかい。正確にはサイコダイブ用に調整されたアルターエゴです。新世界プログラムで死亡したあなたの人格データは電子的に修復されましたが、死亡時のトラウマから精神障害を展開していました。僕の目的はその障害の破壊です。ってことは、あのクズリュウ君たちは僕の夢？はい、14人のクラスメート、彼らはあなたの精神の一部であり、かつあなたを守る心理的防衛機構でした。それであと10人か。ねえ、それって外からモニターされてるわけ？いえ、
プライバシーは厳守されます。よかった。もし本当にみんなが幸せに暮らしていけるのなら、才能なんてなくてもいいだなんて、僕らしくないからさ。あの世界、あの彼らも、あなたが望んだ世界、一つの可能性です。幸運の才能がなく平和に暮らしていた場合の駒枝凪と。そんな可能性はごめんだよ。世界に希望が必要だ。偉大なる才能から生まれる大きな希望が。以上で本アルターエゴの全機能を終了します。噛むから言いする。いや、予備学科の日向君だっけ。やった、どっちでも同じだ。起こしてくれてありがとうと言うべきかな。君たちが真相にたどり着いてくれると僕は信じてたよ。他のみんな、お前が最後だ。遅えよ。どんな夢見てたんだ。ごめんごめん、ちょっと寝坊しちゃって。可愛い女の子でも出てきたか。おい、何しやがる。まあ、悪い夢じゃなかったよ。おい、離せ。気持ち悪いな。じゃあ、行こうか。そうだね、行こう。希望のために。